お互いの問題なんでね、俺ら問題なんで、あっちの暴露配信から始まってんだけどね、まあそういうところもお互いに話し合っていろいろ、まあもっと俺が相手のこと分かんないといけないと思うし、まあそんなもんすか。まああとはあれだよね、のんちゃんと別れたことによって、だいぶツイキャスからの常連リスナー、そしてふわっち、まああれだな、だいたいのんちゃんが放送に来た時に挨拶してたやつらだな、だいたい消えたかな、うちの放送では。全員ではないけど、まあこれは想定内のことだと思ってるし、最初から感情移入しているのはもう明らか分かっていることなので、例えばツイッターのフォローとかももちろんさけどね、ツイッターのフォローやらなんやらしてた人間たち、あとは放送に来れば挨拶してきてた人間たちが、まあ半分以上、まあ、7割ぐらい、まあ俺は6割7割ぐらいいなくなるなと思ってたから、まあ案の定なので、まあそれは想定内だし、まあそれだけ僕の放送なんて見てなかったんだなっていうのは、まあ正直なところかな。まあそんなもんす。まあついてないっていうか、ついていけねえやつっていうか、まあ放送を、俺の放送を見るために、楽しむために見てる人間はいいけど、ではないってことでしょ。最初は多分そうなんだろうけど、だん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 それが感情移入、のんちゃんへの感情移入だったら、俺への感情移入になってきて、まあ、放送を楽しむことを中心に見てるんじゃないだろう。まあそんなことじゃない。まあでもこういうタヌキの時にね、放送に来てるのを僕は分かってますし、分かってるよ。だってフォロワー残ってるの。なんでそういうのも分かるので、まあ勝手に見たいやつは見て、ほざいてりゃいいし、ただ生 ID でコメントね、バレちゃった時は俺はぶっ叩くと思うし、邪魔くせえから、そんなもんじゃない。リカピーを囲え、違うよ、囲えばいいじゃんって話じゃん。だったらギャー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 言ってないでって話。見守ってください。俺らのことは俺らのことで見守ってよ。ただあの子はまあ普通に会話できる子だし、トークできる子で、ただすぐ聞いちゃうけどそれだけ。まあそんなところじゃないですか。今日の夜は星が綺麗だね。今日の夜は星が綺麗だね。どういうことよ、それ。復縁あんの？誰と？あ、和製ちゃんいらっしゃい。まだ正直リカピーさんを信用できてない。優香さんが利用されてるようでごめんね。別に信用しなくていいんじゃない？別にそこはいらないんじゃない？みんなが信用するとか信用しないっていうのは、これ俺に対してもそうだけど、相手に対しても別にいらない。放送やってる時に放送を楽しめばいいんじゃないですか、みんなは。これはまあ俺なんでね、あとはね、俺とまあ2人の問題はまたネット配信とか関係ないところじゃん。だから俺らは信用信頼っていうのは積み重ねていかなくちゃいけないけど、みんなは別にどうでもいいんじゃない。なもんかな。まあそう思いますけど。和製はメンヘラから相談する。なんかあれでしょ、朝キャバかなんかに働いてるでしょ。それは知ってる。え、マー君とだって付き合ってんじゃない？僕マーと。タルいらっしゃい。
束縛とかされね、されたりしない女配信者とは絡まないで、それは言われてないか、今までない。ただ、前に会った時に、そうそう、誰フォローしてんのっていう話になって、フォローこれだよって言って見たらチェック入ってて、彼女もそのフォローしたりとかして、チェックしたりとかしてて、で俺がよく行く放送とかこうやってあるじゃん、そういう男性も女性も俺フォローしてんだけど、フォローしてたんだけどね。でまあその中女性はチェック入って、俺がコメント打つと LINE でピピってきて、誰誰でこのコメント打ってる、誰誰でこのコメとか、まあそういうのは来てたよ、そういうのあった。だからまあフォロー外したんだけど俺だからやきもち焼いてんだなってのが分かるから、だからまあフォローは外したよ、申し訳ないけど、別に知られるのが嫌だとかじゃなくて、別にやましいことないからさ、ネットはネットで遊んでるつもりだから。ただその彼女が精神的に弱いからさ、やきもち焼くんだったらじゃあフォロー外した方がいいなと思ってるし、っていうだけ。関係がプライベートで悪くなるの嫌だからさ、それだけよ。そんなもんか、それはあるかね。まあ可愛いなと思うぐらいだよ、そういうところが、そういう焼きもち焼きがね、可愛いなと思うぐらいのレベルなので、別にまあどこでコメント何を打ってるからって言って、別に何か言われるわけじゃないからあれだけど、まあ焼きもち焼いてんだなぐらい、まあそんなもんすか。いらっしゃい。そんぐらいじゃない、誰と絡むんだとか、なんかそういうことは言われないんじゃない、言われてない今のところ。まあそんなもんで、配信内容は別にどうこうされないんじゃない、それはないと思うけどな。女に左右されるとか、自分の配信できるのかよ。女に、自分の配信は関係ないんじゃない、今のところだから言われてないから分かんない。まあ配信のことに対しては口出してもらいたくないよね、正直。俺は自分の配信をやっていくつもりなので、それをもうやらないと意味ないと思ってるんで。自分が楽しいこと、自分が好きなことをやるのがインターネット配信だと思ってるんで、僕は。その目で皆さんが楽しんでもらえればなと思ってるぐらいだから、俺が楽しむためにやってるんで、まあそこはね、口出してもらいたくないし、まあ出さないんじゃない、今のところ出してないから。左右されてたやん、病んでた、病んであれで自転車ぶっ飛ばすし、そういうことじゃない、128、今の話の流れってのは違うでしょやっぱこうやって話分からない人間いるんだな。違うよ、口出しされて左右されたくないってことを言ってんの。ある、こういう配信をするな、ああいう配信をしろとか、そういうことよすごいね、もうこじつけというか、話を聞いてれば分かるんだけど、なんかもうこじつけがすごい人もいるよね、たまーに。今辛くても間違いなく時間解決する、まあそう信じたいですね。まだ3時半なんだ、結構でも時間かかったんだな。朝一10時ぐらい、9時半とかに出てこの時間か帰ってこれたな。正直ここ1ヶ月、まあ僕の心の乱れだよね、完全なる大きく乱れすぎたよな。いらっしゃい。2人のペースでゆっくり進んでください。配信は配信で配信です。ありがとうございます。 N 本当に、まあ N はね、もうあちら側さんに近い方なので、どちらかで言ったらね、まあ僕は僕で、まあ配信はまあ変わんないんでね、基本的に。確かにここ1ヶ月は見てるのもしんどかった、すいませんね。もう僕の子ね、この急転直下のこれがあったからな、こんななっちゃうし、最終的には。
こうなっちゃうしな。うん、申し訳ないね。ゆいかの以前の放送に戻そう。まあ本当だ、そうだな、16号な、じゃないとね。ゆいが、お前もっと幸せになるよ、佐野みたいな、俺171、本当に、俺さ、その一つ、その病んでた理由の一つにさ、その先にあるものはね、そこなんだよ。うなちゃんマンってゲルクと別れてからさ、もうすっげえ落ちたというかさ、落ちたじゃん。もうあれが見えてて、悪い。もう年も年の中、うなちゃんマンも40代、半ばぐらい多分ゲルゲと分かるでしょ。でまあもうまあああなったじゃん。で女ももう新しい女もできないじゃん。俺も最終的にあね、最終形態あれだなと思ってるから、そうそう、頭もねだんだんハゲてきてるし、それを考えたら最終形態は佐野なんだよ、長い間やってると。で俺も来年10年ね、10年目迎えるわけだけど、10年目突入するわけだけど、もう完全に佐野が見えるんだよ俺には。だから、そうそうそう、まあ、闇。